待ってたんだよ、ロード。お待ちしておりました、ロード。いらっしゃい、ロード。ミハイル、ロードをお迎えいたします。ロードにこの勝利を捧げます。行け、騎士たちよ。領地のオズワルド伯爵が謁見を求めています。その前にご確認いただきたい協定の書類がございます。我々にとって有利な方向で作成いたしましたので、何卒ご確認を。ありがとうございます。では伯爵を連れてまいります。ロンの君主、お目にかかる。久しぶりだな、伯爵。謁見の間に護衛を連れてくるとは、何事だ？これが何を意味するのか、知らないとは言わせんぞ。アバロンには強力な指導者が必要だ。お前のような小僧を認めるわけにはいかん。これからは我、北部の黄金獅子オズワルドが玉座の主となろう。伯爵では満足できないというのか。我欲は己を滅ぼす。騎士たちよ、あいつらを捕らえよ。勝利をつかめ。ふにゃ、むずむずしてたけど、ちょっオズワルド伯爵、反逆は重罪です。私が直接指揮を取ろう。隊列を整えよ。フラム、赤い服の兵士を先に倒せ。ミュウ、広範囲を攻撃して倒れていない敵を迅速にする。ステラバースト。たかが兵士を何人か倒したくらいでいい気になるな。
たちの腕は確かだな。だが王国最高剣士と呼ばれるこの俺を倒すにはまだまだ足りん。今だヨハン、全力でオズワルド伯爵を制圧せよ。悪を罰せよ。エクセリオンバスター。なんだこの攻撃は。しかし待機していた精鋭たちがすでにここに向かっている。あれほどの兵力を相手にするのは不可能だぞ。連れてきてみろってば。オズワルド、言っておくが、玉座というのは思った以上に座り心地が悪いぞ。余裕ぶってられるのも今のうちだ。逃げ足早いな。その必要はない。越権の間を壊すわけにはいかない。外に引っ張り出せ。わかりました。始めよう。もうすぐ伯爵が増援を連れてくる。もう少し耐えろ。耐えるも何も僕たちの城だっつーの。参りましょう。敵生命体を多数探知、味方の体力回復を推奨。プラネタリウム開放。1つ、2つ、3つ、4つ、ミュウに力を。ダメだ。この城を落とせば金銀財宝がたくさん手に入ると。あの城にそんなのねえよ。みんな、まずは敵の援軍が来る前に有利な位置を取っておきましょう。どうだ、この俺様が直々に育てた最高の精鋭たちは。腕は確かなようだが、さすが。これはちょっと多いよ。騎士たちよ、ソウルを共鳴させろ。チェーンバーストで敵陣を一気に制圧せよ。敵を撃滅せよ。こんなものを隠していたとは。まさかこの程度だったとは。私を侮っていたな。あいつ、俺の実力なら十分だと言っていたのに。そうか、お前は反逆を起こすほどの武田家しさ、そして衝動を持ち合わせてはいないだろう。とりあえず閉じ込めておけ。誰と手を組んだのか明かさなければな。衛兵全員捕獲して地下牢に閉じ込めおくように。じっくりと審問させていただきます。ヨハン、牢獄の警備を緩めておけ。脱獄できるようにですか。ああ、
全ての兵力を失った伯爵が向かうとすれば、おそらく手を組んだ相手のところだろう。ここはあえて野放しにして一網打尽とする。わかりました。追跡をつけておきます。ロード、明け方オズワルド伯爵が脱獄しました。よし、計画通りだな。追跡。脱獄して早速ニーベルンゲン大森林に向かったとのことです。追跡隊を編成しましょうか。ここは少数で動いた方がいいだろう。騎士団を招集せよ。私が直接出向こう。ルインは王城での行政管理と政務対応に専念してくれ。ミュウはもう一度ユニバースの記録の確認を頼む。ロードの体調非常に良好。復帰後ユニバースとの同期化を要請します。内政のことはご心配なく。そうだ、シャーロットさんが派遣から帰還済みです。編成に加えてはいかがでしょう。そうか、ちょうどいい。謁見の間に来るようにと伝えろ。皆さん、ここにいたんですね。噂をすれば。大地の精霊使いシャーロット、アカデミー派遣勤務を終え復帰しました。ご苦労。アカデミーから王城に届いた器物破損の請求書から。お前でもお仕事も頑張りましたよ。ちょうど反乱の鎮圧のために騎士級の戦力が必要だったところだ。いいタイミングに戻ってくれた、シャーロット。本当に？じゃあ久々に外に出られるんですね。やった、それ賛成。誰かをぶっ倒しに行くのってあんな喜ぶようなこと？まあ久々の野外活動でしょうから。とりあえず帰還の手続きを行わせていただきます。シャーロットさん、こちらへ。これより何時を我が騎士に任命する。一生懸命ロードを手伝います。全員配置につけ、出陣する。